マイクロツーリズム市場を、少なくとも3分の1ぐらいですね、しっかり確保できると、どんな波が来た時にもですね、4月5月のような 90% 減なんていうことはですね、ない。マイクロツーリズムは新型コロナの影響で売り上げが落ち込んだ観光業界を活性化させようと星野代表が提案した近場で過ごす旅のスタイルです。星野代表は東京や京都の観光客のおよそ半数がマイクロツーリズムだったと分析しました。さらに訪日外国人が増えることは見通せないとして観光業界はマイクロツーリズムで国内の旅行需要を深掘りすべきだとの考えを示しました。